さんハイボールクラブへようこそ。今日はですね、こちら愛知クラフトウイスキーキオス5年、こちらを紹介したいと思います。有名な日本酒の鬼殺しとか、甘い砂糖みたいな甘さ、あまり食事の邪魔をしない感じの。早速ですけれども、こちら愛知クラフトウイスキーキオス5年、こちらはですね、キオス桜醸造株式会社さんが作っている中部地方限定のウイスキーになります。そもそもですね、キオス桜酒造さんというのは有名な日本酒の鬼殺しとか日本酒をメインに作っている会社なんですけども、最近海外のウイスキー需要も増えているということで、クラフトジン、クラフトウォッカ、クラフトウイスキー、いろんなところに手を出して、そのうちの1種類がこちらの愛知クラフトウイスキーキオス5年ということになります。今回ですね、ちょっといただき物ということで量が減ってるんですが、どうやらですね、ステンレスタンクで蒸留をかけたもので、基本的には焼酎の延長線上みたいな感じになるのかなという仕様になってます。モルトは自社醸造のもので、グレーンは輸入グレーンということで、それをブレンドして作っているそうです。基本的にはサブローマル蒸留所とかに近いのかなというイメージですね。じゃあまずストレートから飲んでいきたいと思います。早速ですね、色味はね、若干薄めではあるんですけど、しっかりと色づいててね、綺麗な黄金色というか、でもなんか粘度があまりないのがさっぱりした感じで、すごい。まずアルコール臭さが鼻にはつくものの、しっかりとね、木の香りというか、タルコがしっかりしますね。思った以上にね、香りはしっかりウイスキーしてます。で、早速ストレートで、なんだこれ、甘い砂糖みたいな甘さ、もう本当に甘い、グレーン、強烈なね、甘さがまずもう口の中を支配する。最初にやっぱファーストインパクトはアルコール辛さがガツンとくるんだけど、その後はすごくね、甘々、すごいヘビーな甘さが口の中を支配しますね。やっぱそうだ、でもね、後半の方に行くに従ってウイスキーっぽい感じ のちゃんとした樽感みたいなのをしっかり感じるから、不思議なお酒ですね。グレーン由来なのか、強烈な甘さが口の中に残る感じ、甘い系のウイスキーが好きな人には結構ありなのかなと思いました。愛知クラフトウイスキーキオス5年ハイボールの完成です。では早速ですね、こちらキオス5年ハイボール飲んでいきたいと思います。香りはね、急に平坦にペターンとなったね、ほとんどあまり食事の邪魔をしない感じの、甘さがね、すごくグッと抑えられてる。ストレートで飲んだ時は甘々だったのがね、またガラッとちょっと風合いの変わった感じで、後味に甘さみたいのが後追いでくる感じはくるんだけど、すごいね、なんか食事に合わせやすい感じの、あまり主張してこないタイプのウイスキー、でもステンレスタンクで蒸留っていうことなんですが、ステンレスかどうかっていうところはあまりこれ問題じゃないのかな。やっぱりこれ一応カシダル5年熟成ということなんで、そのカシダルがホワイトオークなのか何オークなのかはちょっと明記はしてないんですが、でもしっかりとこの樽感っていうか、オーク樽の感じはすごくハイボールにしたら顔を出してくる。で、逆にストレートの時に飲んだ甘い感じがね、しっかりとこうスッと後ろの方に後追い感になって出てくるから、すごくね、ハイボールにしたらね、超飲みやすくなる。スルッと入っていくさっぱり系ので、後味に甘みが残る。ボトルがね、すっごくやるの金属キャップの安っぽい感じだから、なんかあんま期待してなかったんだけど、この金属キャップでね、あまり高級感はないんですよ、正直なんですけど、思った以上にいいんじゃないかなっていう、で、あとこの後ろの方にこちらですね、外国の方向けにですね、英語の表記もあって、やっぱおそらくそのインバウンド需要に焦点を置いた商品なのかなというので、3300円、その値段をどう取るかって感じですかね。とはいえ、その日華やサントリーが出している同価格帯と比べると、やっぱり多少格落ち感は否めないですが、それでも十分変わり種としては普通にありだと思います。
というわけでですね、今回こちら愛知クラフトウイスキーキオス5年を紹介させていただきました。関西ではちょっとね、なかなか見かけることのないボトルなので、ちょっと興味深かったんですけれども、普通に非常に飲みやすいハイボールになってよかったと思います。モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなウイスキーを試してみたり、こういった、ハイボールだけでなく、ロックストレートなど、いろいろな形でウイスキーのネタを提供していきたいと思っております。引き続きご支援5000円よろしくお願いいたします。またいいね、チャンネル登録などももしよろしければお願いいたします。モッサンハイボールクラブでした。ありがとうございました。